ブレイクダンス界で神様と呼ばれる男がいる。男にとってダンスとは、少年の日突然失われた人生を取り戻すための戦いだった。お前は捨てられた子だって言われた瞬間はちょっと全てを憎み、深い闇の中をさまよった壮絶な人生。そんな男の心を救ったブレイクダンスとの出会いとは。アジアで初めて世界の頂点に上り詰めた伝説のダンスチーム、男が率いるそのチームに崩壊の危機が。みんなで大の字に寝てるだけじゃ全然頑張ったって言えるわけないじゃないですか。そんなダンス界のカリスマが流した涙、ダンスを戦いで呼ぶその男たちが今再び世界に挑む。東京渋谷の路上で5人の男たちが何かを始めようとしていた。都会ではもはや日常的にさえなっているストリートでのダンスだ。ダイナミックで型破りの動きのブレイクダンスに若者の目は思わず引きつけられる。ブレイクダンスの本場は発祥の地でもあるアメリカ。ダンサーのレベル、層の厚さもやはり世界一である。そして今お隣韓国でブレイクダンスが大ブーム。ダンサーの実力も急上昇している。しかし実は世界のブレイクダンスシーンを熱狂させるチームがこの日本にもあるのだ。それが今渋谷の路上で踊っているこの5人、スパルタニックロッカーズ。名前の由来はあのギリシャの戦闘国家スパルタ。ダンスは戦い、そこで常に勝利を収めてきたスパルタニックロッカーズ。世界のブレイクダンス界でその名を知らない者はいない。1998年イギリスで開かれたブレイクダンスの世界選手権にスパルタニックロッカーズは日本から初参加を果たした。世界各国のえりすぐられた16チームだけが参加する世界選手権。その中の1チームに日本から選ばれたこと自体が一つの事件だった。しかし事件はそれだけではなかったのである。なんと世界選手権優勝、アジアのチームが初出場で世界の頂点に立ったのだ。この日を境にスパルタニックロッカーズは世界のブレイクダンサーの憧れの対象となった。そのスパルタニックロッカーズにブレイクダンス界で神様と呼ばれる男がいる。18年前、日本に初めてブレイクダンスを持ち込んだ男。今では誰もがやるこのヘッドスピンという技を日本で初めてやった男、佐久間博之、39歳。無酸素運動、しかも激しい動きを要求されるブレイクダンスの世界では競技者の大半を10代が占めている。39歳で未だ現役の佐久間のようなダンサーは世界でも例を見ない。佐久間は絶え間ない激しいトレーニングを自らに課し、今もトップに君臨し続けている。39歳のブレイクダンサー佐久間を突き動かしているものとは果たして何なのだろうか。僕も佐久間さんとかをテレビで踊ってるの見て、それをビデオで見たりとかして、それで始めたんですよ。佐久間は有名アーティストの振付師としても活躍。そして佐久間のダンスの教え子でもある妻リサさんは元東京コレクションのトップモデルだった。すごい尊敬してますね、先生として。はい、ブレイクダンスの先駆者として成功を収めた佐久間。しかしその過去には我々の想像を絶する壮絶な人生が隠されていた。お前は捨てられた子だって言われた瞬間はちょっと絶望と貧困、深い闇の中で佐久間はもがき続けていた。ヤンキーだった僕をこう社会復帰させたのもダンスだし、ブレイクダンスが救った人生、その凄まじいドラマとは。1970年代のニューヨーク、荒んだスラム街の貧しい若者たちによってブレイクダンスは生まれました。もっと自由に、もっと型破りに、彼らの魂の叫びが激しい動きの中には込められています。そんなブレイクダンスと佐久間とのつながり、佐久間もまたかつて深い闇の中でもがいていました。山口県下関市、
ここが佐久間のふるさと。そのふるさとを佐久間は妻のリサを連れ20年ぶりに訪れた。この一角には戦時中強制労働のため朝鮮半島から連れてこられ祖国へ帰れなかった人たちが肩を寄せ合って暮らしている。お花行ってみよう。佐久間の父もまたそんな韓国人の一人だった。変わってね、うん、名前何て言うの。佐久間。ああ佐久間さんかね。はい。はああ、おばさん元気。佐久間です。佐久間さん、あのタオルかぶった人か。タオルかぶった人。まあ、わかる。タオルになっちゃった。タオル。元気やった。うん、元気でした。子供さんおる。え、子供さんおる。あ、まだです。子供はまだです。そっちの方奥さんって。どうも、初めまして。ああ、誰かと。いや、わからんね。そうですか。みんな知ってる。お父さん友達がうちらと。あ、はよ亡くなったっけね。亡くなってから一人でここおったよね、一時ね、はい。今どうですか。真面目ですか。いや、真面目ですよ、本当に。頑張ってくれてます、仕事も。そうだね。はい。親父がここの、こっちの保管地だったんですけど、ここは。ここをぶっ潰して僕の勉強部屋にしてくれるって言ったまま病院から帰ってこなかったです。力尽きた。父哲夫は佐久間が14歳の時、母雅子は16歳の時、癌で相次いでこの世を去り、佐久間は一人ぼっちになった。貧しい上、当時高校生だった佐久間に墓は建てられなかった。両親の遺骨が納められた納骨堂。その冷然で佐久間はかつて自分を絶望のどん底に突き落とした衝撃的な事実を語り始めた。中学の時にそのタンスの中の戸籍を見つけて。タンスは なんで物色しました。悪かったから僕が小遣いを見つけるために突きつけて、これ俺のことでしょみたいな感じで。さすがにその時親父も泣いてましたね。あの頑固な親父も説明しながら怒ったように言ってましたね。お前は捨てられたんだって。お前は捨てられた子だって言われた瞬間はちょっと、あの年でそのセリフを聞かされるのはちょっと今考えてもゾクッと。両親とは血がつながっていなかった。生みの親が誰かさえもわからない。今立っている足元が崩れ落ちるような喪失感が佐久間を襲った。その日から佐久間は荒れに荒れた。全てを叩き壊したかった。日本刀を振り回し喧嘩に明け暮れた。人殺し以外悪いことには全て手を染めた。職業は借金の取り立て屋。気がつけば暴力団の準構成員にまで落ちていた。当時のことをよく知る幼馴染と20年ぶりの再会。おお、帰り、帰り。悪友達でもあり、すごい一緒に楽しく遊んだ友達でもあり。まだ踊れるの？あ、教えるだけやない。踊れる。おお、現役で。当時親友たちはこのまま佐久間が裏街道で生きていくのかと案じていた。彼らは佐久間の純粋さも心の闇も全て知っている。そしてまた佐久間を救ったのは他でもないダンスであることを誰よりも一番よく分かっている。立ち直ったと思いますよ。踊りやっとってよかった。そう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 、そのまま下関踊りがなかったら、ね、もうずっとするね。下関ずっといたらヤクザまがいの日々を送る一方で佐久間は毎日ディスコで踊っていた。人を脅して心が癒されるわけはない。だが踊っている時は全てを忘れた。1983年22歳の佐久間は過去と決別する思いで単身渡米。あのマイケル・ジャクソンを生んだ黒人文化の聖地アポロシアターのステージに日本人として初めて立った。日本のイメージをコミカルに誇張したアメリカ人好みの衣装。しかしどんなパフォーマンスも観客にアピールしなければ意味はない。
そして佐久間のチャレンジはダンスの聖地で観客の心を見事に捉えた。ヤンキーだった僕をこう社会復帰させたのもダンスだし、その尊敬してくれてる子たちが、若い子たちが少しでもいるじゃないですか、まあ、僕のプレー、それもダンスのおかげだし、一つだけ神様がいいものをくれた、ダンスは僕にとって天使だ。佐久間が率いるスパルタニックロッカーズにとって最も大切な大会が間近に迫っていた。ブレイクダンス世界一を決める韓国での世界選手権。ブレイクダンスの世界は日進月歩である。大会のたびに世界の強豪たちは新しい技を取り入れて観客の度肝を抜く。スパルタニックロッカーズもまた若手の友やベイを中心に新技の開発に取り組んでいた。掴んで、はい、足閉じて上に俺の背中に乗って乗れる。そっからゆっくり足伸ばしていって、おおおおすげえ。これはこの技は大会に使えるかもしれない。その時だった。もうちょっと俺にやらせて。軽いとバランス取りにくいな。いや、そんなことないかもしれない。上に乗る役はベイより体の軽い自分の方がいいかもしれない、そう思った佐久間だったが、ちょっとしっかり。これ無理だ、ほんと相当か。これは25歳の頃の佐久間。技も体力もオリンピックの体操選手に負けない自信があった。しかしその佐久間もすでに39歳。体力の衰えは防ぎようがなかった。ダンスによって救われ絶望から這い上がった佐久間、その佐久間を今年齢という新たな試練が苦しめている。佐久間は年齢とともに技を切り替えてきた。例えばこれはウェーブ系と呼ばれる技。これをやらせたら世界で佐久間の右に出る者はいない。しかしこのウェーブ系そのものがもはや時代遅れなのだ。世界の主流は今やパワー系と呼ばれる体力勝負。設立以来チームを引っ張ってきたもう一人のベテラン、33歳の宮田も連日の練習で満身創痍。彼もまたその痛みに耐えながら日々もがいていた。若手の練習を見守る時間が多くなった宮田。しかし宮田はコーチではなく、あくまで大会を戦うメンバーの一員なのだ。これで世界に勝てるのか。そんな若手の不安がついに爆発した。いや俺頑張ってるつもりは、でもお前にとって頑張ってないんでしょ。全然頑張ってないっすよ。だからもうウィングして大の字に寝てるだけじゃ全然頑張ったって言えるわけないじゃないですか。そんなの俺と佐久間さん一生懸命練習してんすよ。俺も練習してるよ。練習してないんだ。大の字になって寝てるときじゃないですか。いつ寝てたのお前。お前はそう言うけど俺はそれでも必死なんだよ。なんかもう初めからこう努力を放棄してるみたいな。放棄してないって。で昨日も練習 したときに俺こっから足が全部しびれてたわけよね。そんなこと今までなかったわけ。ガツンと落ちて、俺の大木さん見たかってバトルの時に、そういうぐらいの先輩じゃねえと分かった、ついていきたくない。宮田はいくつだっけ。33でございます。そう、俺もそう。ついてかれる。俺もね、40歳だからどうのこうのって言いたくないんだよ。俺たちは世界の舞台に立っていくわけですよ。そうだよ。そう、同じ舞台に立ってるわけだから、やっぱり同じ気持ちでステージに上がれないと、だからそれはお前に約束するよ。ちゃんともう弱音吐かないで頑張るっていうことね。ちゃんと約束するから。あ、ちょっとやっぱ言い過ぎました。いや、いいんだよ。言った方がいい。言った方がいいんだよ。言えなくなったら終わりだから。言えなくなったら終わり。気持ちは一つになった。しかし世界選手権目前、新たな問題が持ち上がった。チームの最年少、大会では新技を担当するベイの左手首が思わしくない。4月のフランスでの大会のアクシデント、チームで踊るルーティーンで大技に挑んだベイが落下した。その時の怪我がここへ来てぶり返してしまった。やっぱ
り心配なのはベイが怪我してるっていうのが一番心配なんですけど、フランスで怪我しちゃったっていうのはかなりシビアな戦いになる。ちょっと不安。思いもよらない事態だった。最悪の場合ベイ抜きでも戦える形を考えておかなければならない。もはや体力云々を言っている場合ではない。連日深夜に及ぶ猛練習が続いた。そしてその練習も今日で最後となった。あ、看護頑張ろう、行こう、うん、はい、はい、いよいよ決戦の時はやってきた。ブレイクダンス世界一を決する最高の舞台、そこで佐久間、そしてスパルタニックロッカーズを待っていた過酷な運命とは。この番組はアサヒビールほか、スバルとご覧のスポンサーの提供でお送りします。ブレイクダンスの他のダンスとの最も大きな違いは、ただ見せるためではなく踊りで喧嘩をするということ。 3on3 と呼ばれる対戦方式は、3人1組で交互に1人ずつ出た踊りを競います。先に出た方がまず得意の踊りで相手を挑発し、後に出る方がその挑発に応じてさらに高度な技で対抗する。肉体がぶつかり合う、まさにダンスバトル。今回の世界決戦の舞台韓国は今ブレイクダンスが大ブーム。実はこのブームを韓国に持ち込んだのは佐久間である。捨てられた自分を育ててくれた父親の生まれ故郷、その国に佐久間はブレイクダンスをもたらし、今カリスマダンサーと言われている。님이저춤에대한어머님이자아버지그런비슷한그런것이죠그거실제로보니까죽을것같아요大会に参加するのは過去に世界チャンピオンになった経験がある4チームと、開催国韓国の2チームの合計6チーム。日本、初戦の対戦相手は優勝候補ナンバーワンのアメリカ。そこには世界で一番人気のあるブレイクダンサーがいた。それがこの男、クレイジー・クージョー。そのダンスは独創性にあふれ、特に手を使った技は絶品。まさに天性のパフォーマー。その最強の敵にベストメンバーで挑みたい日本チーム。しかし、ベイさんは期待の若手、ベイの手首の故障が悪化。若手を中心に演技を組み立てていたが、ベテラン宮田をアメリカ戦で起用することになった。ステージではアメリカ選手がデモンストレーションダンスに興じていた。その桁外れのダンスに場内からは早くも大歓声。日々進化している世界のブレイクダンス、それを佐久間も思い知らされる。白髪くぐってますね、アメリカやっぱり。驚かされたのはアメリカだけではなかった。日本ではまだ誰もできない大技連続エア、それを韓国の15歳の少年がいとも簡単にこなしている。いつの間にこれほどレベルが上がったのか。そしてついに日本対アメリカ決戦の時、優勝候補の登場で場内は戦い前からハイテンション。これをさらに盛り上げることができるのか。佐久間が送り出した一番手は急遽出場となったベテラン宮田。ベテランらしくまずは無難にまとめた宮田。ブレイクダンスの勝負はいかに観客を盛り上げるかがポイント。重要なのは駆け引き。最初から手の内を見せるのは得策ではない。2番手に日本はエース剛を投入。佐久間から檄が飛ぶ。いよいよ勝負。最高のパフォーマンスを見せた剛。そこでアメリカもついに切り札を出す。そう、
クレイジー空城の登場だ。空城、日本はパワー系の得意なトムが出るが、この後で果たして観客の反応は。佐久間も納得のパフォーマンスを見せた日本勢。しかし空城が再び登場。このダンスが日本を圧倒する。得意の大技にこの勝負最大の歓声が上がる。このままでは負ける。日本すかさずルーティーンと言われる団体技で応酬。最後の勝負に出る。巻き返す日本。アメリカもルーティーンで対抗する。しかし個人技とルーティーンは全くの別物。呼吸が合わずフィニッシュも大失敗。そして演技終了。果たして勝利の女神が微笑むのは日本か、それともアメリカか。ゴムゴムです。はい、ブレイクダンス世界大会、互いに死力を尽くしたアメリカ対日本。その結果は僅差でアメリカの勝利。敗れた日本は敗者復活戦に回り、次の対戦相手は韓国。そこで佐久間はある決意をした。それはメンバーの変更。宮田に代わって今度は自分が出る。そして再び決戦へ。若い韓国はアメリカにも匹敵する身体能力で次々と大技を繰り出してきた。そんな韓国に大会最年長の自分ではかなわないかもしれない。だが佐久間は見せたかった。韓国の若者たちに、そして日本の若者たちに、自分が魂をかけたブレイクダンス。披露したのは得意のマリオネット。には敗れた。しかしその姿は観衆の心に刻み込まれた。衝撃的でしたって。 ありがとうございます。鳥肌が立った。進化し続けるブレイクダンス。日本と世界の差は歴然と開いた。しかし佐久間はまだ夢を見る。世界を諦めない。それはブレイクダンスがどん底で見つけた自分の人生そのものだから。強烈なものをたくさん見たし、勉強には候補になってるんで、今頑張んないともう手遅れて差がついちゃうから、アジアもすごいんだ、アメリカもっとすごいんだっていうのをもっともっと認知して、日本の B-BOY も頑張らないと。人は自分の人生を後ろ向きにしか理解できないが、前向きに生きなければならない。人は自分の人生を後ろ向きにしか理解できないが、前向きに生きなければならない。この番組はアサヒビールほか、スバルとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。好きなのと負けたくない。